はい、りょうちくんおはようございます。おはようございます。今朝のホームベーカリーで作ったパン、りょうちくんが焼いてくれました。はい、はい、これ何グラムだったんだっけ。これが400か。400、うん、前400グラム焼いた時にあれだ、溢れたんだよね。うん、本来が何百、280度かあったんだっけ。300グラムぐらいだったっけ。あ、いや300ぐらいか。本来はそれが限界の一斤焼きのやつなんだけど、これがドライイースト、ドライイースト正規量いたら溢れちゃったんだけど、これ今イースト半分か。半分。いい具合に焼けたね。うん、美味しそう。ホームベーカー、その膨らみすぎちゃうんだよね。そうちゃん。気温がまた変わってくるだろうけど。うん。さとしくん何ですか？イーストなかったらどうなの？今度やってあげようか。父ちゃんはドライイーストを入れ忘れたことが過去2回あります。まあ、朝一番とても残念な気持ちになります。はぁ、すっごい残念な気持ちになります。一番虚しいのは、あの、ホームベーカーのこの羽を忘れた時ね、もっと残念なの。すっごい香ばしい香りのする粉なんだよ。説明よ、あれ。だったらまだね、イースト菌忘れたぐらいの方がいいよ。イースト菌忘れたら単なる塊だから、この、こう、真ん中こうへっこんで、小麦粉はさすがにそれはない。多分ね、あったかいお湯だ。バナナを見てご飯しようか。はい、ご飯しましょう。はい、せーの。はい、いただきます。バカ漏れ。はい、じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい。今日も一日頑張りましょう。かわいいです。